はい、上松議員。新生クラブの上松でございます。で私の方からは都市計画マスタープランと中心市街地についてと公共施設マネジメントについて、関連質問を行ってまいります。これらは2つとも大なり小なり関連してまいりますので、一括したご質問になるかと思いますが、その辺はご容赦いただきたいと思います。ですね、松阪市のこれからの都市計画を見直すという話で、明るい松阪市の未来に向けて前向きな議論をしていきたいと思っておるんですが、しかしその前にやはりこれまでの政策の検証をしていかないかんということで、思っています。こういった正しい検証があってこそ次のステップに移れると思っていますので、その辺はよろしくお願いしたいと思いますし、竹上市長にとっては前任者の政策の話になってまいりますので、お聞きになってて面白くないとは思いますけども、そこは一つ耐え忍んでいただいてお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。一昨日の代表質問で伺ったことをちょっと押さえておきますと、繰り返しになりますが、新年度から都市計画マスタープランを見直すということです。しかし今申し上げましたように、まずは検証が必要であるということで、そうすると8年前に策定したマスタープラン、平成20年3月ですが、そのマスタープランをどう評価するのかというご質問をさせていただきました。それに対する答弁は3つだけだったような気がします。1つが駅西再開発事業が断念され実現しなかった。で2つ目が通り本町魚町1丁目周辺地区と松阪城跡周辺地区の景観の重点地区の指定を行ったということ。3つ目に松阪嬉野三雲の都市計画区域の一本化を図ったということですね。この3つだったと思うんですが、これは評価じゃないんですよね。事実関係をただ羅列しただけの話かと思ってます。で、しかもこの都市計画マスタープランの柱の一つであったはずの会場アクセスについても言及はされませんでした。この会場アクセスについて話し出しますと、ちょっと論点がぶれてきますので、ここでは深く入りませんけども、聞きたいのは、そんなことではないんです。要するに、その8年前、都市計画マスタープランとはどんなものだったかっていいますと、そのエッセンスは、まず課題として挙がっているのは、商業、サービス業などが幹線道路沿いに進出し、市の中心部は空き店舗、空き家、空き地が増加して、で空洞化が進行していると。で、幹線道路沿いですら大規模商業施設が進出し、小さな商店は撤退してしまい、空洞化が進んでいるという課題を挙げて、つまりこれは想定していた市街地像と異なる土地利用がされているという課題があったと、それをこの8年前には挙げているんです。で次にその対策として、ではということで計画的な都市づくりをしていこうという話だったんですね。で特にその中で、市街地ゾーンの整備としまして日本の柱があったんです。一つが駅西再開発事業を前提とした中心市街地の活性化を目指したまちづくりで、もう一つが、会場アクセスの就航を前提とした観光産業や商業の活性化を目指したまちづくりの2本。しかしこれが2本ともダメになった。駅西再開発に関しては白紙化になりましたし、会場アクセスに関しましてはご承知のとおり乗降客数は減少の一途、それから松阪港の就航便、船便数は半減してしまっているという惨憺たる状況に陥っているということです。で、私が聞きたかったのは、じゃあなぜ、このように腐ってしまったあと、すぐにこの日本柱に代わる政策を打ってこなかったのかという話なんですね。で、こういうふうに聞きますと、執行部の方々は必ず言うんです。じゃあ我々は松阪町中再
すみません、まさか街中再生プランをやってきた、でまた同時にそれに続く、豪商の街にまさか生き生きプランを実行してきたんだという話になります。でここでちょっとお伺いしたいんですが、これら再生プランとか生き生きプランというのは街づくりにおいてどんな位置づけだったのか、その方針とは何だったのか、ちょっとここで押さえておきたいと思います。お願いします。はい、谷口都市政部長。松坂町中再生プランと、まあ、現在に至っております豪商の町生き生きプラン、この辺 の内容について少しご説明の方させていただきたいと思っております。松坂町中再生プランにつきましてはですね、平成22年の、3月に、まあ、作成をいたしております。まあ、これにつきましてはですね、まあ、市民、商業、各種団体、まあ、行政等が、まあ、みんなで考えて、まあ、みんなで作る町づくりの指針といたしまして、まあ、3年をめどに行ってきますアクションプランというものを、作ったものでございます。まあ、これを作った中でですね、市民の皆様は当然もちろんではございますが、関係団体も含めですね、町づくりに参加をしていただきまして、まあ、そのアクションプランを上げさせていただいた、まあ、実現を早期に実現をしていくというふうなことで当時作りました。そして、まあ、内容的にはですね、歴史、商い、食、住、駅周辺といった、まあ、5つのですね、基本目標を掲げまして、その中で60項目の、具体的な、まあ、施策を取り上げましてですね、推進をしてきまして、まあ、そのうち20項目につきましては、完了というふうな、まあ、位置づけになっておりまして、残りの40項目につきましてはですね、今後も引き続いてその、施策についてはやっていきましょうというふうな、まあ、内容でございまして、そして、平成24年になりましてですね、まあ、3カ年のアクションプランでございまして、今後どうしていきましょうというふうな話が、まあ、出てまいりまして、当然いろいろワークショップとか意見聴取会を開催する中で引き続きですね、やっていきたいということで、ただ、まあ、一応それがですね、豪商の町生き生きプランへと、まあ、つながっていったわけでございます。で、豪商の町生き生きプランにつきましてはですね、まあ、これも、実質26年、27年、28年の、アクションプランというふうな位置づけになっております。まあ、この辺につきましては、施策といたしまして、まあ、28項目挙げさせていただいておりまして、まあ、現在に、なっておるところでございます。で、最初に申し上げました再生プランにつきましてはですね、当然ハード面と、ソフト面というふうな、ところがございます。で、まあ、ハード面でいきますと、最初の街中再生プランの方ではですね、駅前のリニューアル化、それとか、駅前の地下道、これを、まあ、改装させていただいたというふうなところでございます。で、まあ、今やってます、まあ、当然ハードの面に、豪商の街のハードの面におきましてはですね、市役所の前の、大手通りの整備であったりとか、まあ、本年、終了いたしました、豪商の町のポケットパークの完了というふうなところでございます。で、まあ、一応内容的にはハード面よりやはりソフト面の、施策の方が多いというふうな、まあ、現状で現在、継続してやっておるところでございます。はい、ご発言。まさか町中再生プランとはどういうものだったかといいますと、結局
駅西再開発事業が断念されて、それでも松阪駅を中心とした中心市街地を活性化させなければならない、そういった思いで策定されたものなんですね。でその方針というのは何だったのかというと、今谷口部長ははっきりとは申しおっしゃいませんでしたけど、これはこのこれが松阪再生プランなんですけど、この冊子に冒頭にしっかりとその方針というのが書かれてまして、市民の皆様の積極的なまちづくりへの参加を促し、早期実現可能なものから実施していきますということですね。これ前市長の言葉を借りて言えば、まず自分たちでできることからやっていこうということだったと思います。でこれ逆に言えば、今できないことはやめておきましょうって話したんですよね。でこれはまさに問題の先送り以外の何ものでもないということを、私は2年前、平成25年9月議会で指摘もしました。で先ほど部長は、このアクションプランというのは、ハード、ソフト両面あるという話で、ソフト面の方が多い。ただハード面に関しては、駅前のリニューアルしました、大手通りの、景観整備もしましたって話。しかもハード面って言いましても、所詮そういった化粧直しですよ。そうじゃないはずなんですね。でしかもその、このアクションプランに数多く載っているソフト事業は何かって言いますと、例えば街中の散策ルートを作るですとか、観光ポスターを作るですとか、それから新規創業者を育成する、それから B1 グランプに出場するなどなど、そういったソフト事業挙げられております。でこれらその事業の主体は一体誰だったのかっていうことですね。でこれ先ほど谷口部長もおっしゃいました、みんなで作るまちづくりの指針ですので、主体は市民の方であるし、事業主の方々なんです。その活動自体はもちろん否定はしません、決して否定はしません。で何が言いたいかと言いますと、じゃあ市民の方々、事業主の方々はそれでいいんですが、じゃあ行政は何をするのかって話なんですよね。これも実はこの冊子に載ってるんです。何をするのか、ただ取り組みを支援するだけです。支援するだけというふうに方針を決めて、では今現在中心市街地の現状はどうなっているかお示しをいたしますと、中心市街地の高齢化の状況ですね。平成20年、65歳以上の方々、この中心市街地といわれる範囲の中に、7547名の方がいらっしゃったんですが、それが平成25年には264人減って、で高齢化率も、平成20年の 33% から 34.8% に平成25年上がっております。で、中心市街地の空き店舗の状況はどうかといいますと、平成22年には、店舗数合計で166店舗、それが平成25年には151店舗、マイナス15件で、空き店舗数も41件ずつで変わらずという状況で、市民の方々の動きというのはどうかといいますと、すのねバスの中心市街地内停留所の乗降客数ですね、これ平成20年中心商店街全体で1万1419人いらっしゃったのが、平成24年には9479人、マイナス1940人で、その中でベルタウンに限って言いますと、平成20年5390人いらっしゃったのが、4344人しかバスの乗り降りがないというところです。で、中心市街地における歩行者通行量
というのも調べてもらっていまして、平成20年、11,590人いたのが、平成25年には、1,553人減って10,037人という状況です。何も改善してないんですよね。このように行政が支援するだけの再生プランだけでは、結局中心市街地は何も変わらない。で、ここで唐突ですけども、今回のテーマに上がってます都市計画マスタープランというのには大切な役割が担わされているんですが、この都市計画マスタープランの大切な役割とは何か、少しクイズ形式で申し訳ないんですが、何だと考えていらっしゃいますか。お答えください。はい、谷口都市整備部長。マスタープランにつきましてはですね、松阪市全域の都市計画ということを大きく言えばそういうことになるんでございますが、基本的に、松阪市の総合計画が見直される中ですね、当然、それに基づいた、松阪市全体の都市計画を見ていくというふうなところがございます。そうした中で最終的には、土地のですね、土地利用の誘導化を図るというのが大きな目標でございます。以上でございます。はい、上松議員。そうなんですよね。この都市計画マスタープランには大きな役割がありまして、今部長におっしゃっていただきましたけれども、土地利用を誘導するという大きな役割があるんです。で、このマスタープランにのっとって土地利用計画を見直して、で、都市構造を見直して、それによって民間などの土地利用を誘導していくんですよね。こういった大切な役割があります。しかしこれまで行政はそれら大切な役割を放棄してきたんです。だから支援だけではダメだということなんですね。もっと主体性を持って取り組んでいかなければならないと思っております。で、もう一度言いますけども、そのこれまでの街中再生プラン、それから豪商の町まさか行き来プラン、これはできることから始めようという掛け声のもと、つまり言い換えれば、いつかは必ず取り組まなければならない大切なことを後回しにして、問題を先送りして進められてきたプランなんです。検証するってことはそういうことなんですよ。そこで市長にお伺いしたいんですが、この都市計画マスタープランを見直すということは、本来やらなければならないこと、もっと早く手がけなければならなかったことを、これ以上先送りせず責任を持ってしっかりと実行していくというもので考えていいのかどうか、お答えいただけますでしょうか。はい、滝上市長。はい、ご質問ありがとうございます。議員ご指摘のようにですね、この都市計画の目的の中には、そういった土地利用のいわゆるインセンティブと申しますか、誘導していくっていう側面は十分に私も理解をしています。ただ今まで作ってきたこの生き生きプラン等もですね、私は思いますのは、やはり民間の活力をやっぱり最大限に利用させていただく、やっぱり行政だけでできるもんでもなかなかなかったと。例えば議員ご指摘のように駅舎の再開発事業っていうのが今から頓挫したのが今から6年前ですね、平成21年ですね。結局ですね、いろんな形で、あるいは行政も入りながら組合で事業でもって再開発をやろうというふうな事業形態でございました。確か総事業費が90億円程度だったと思ってます。そういったことのが結局ですね、破綻をしてしまったと、結局実現できなかったというふうなことで、
この都市計画に位置づけたマスタープランに位置づけたものもですね、実現ができなかったと。でその後ですね、この中心市街地について、今もご指摘あったようにですね、生き生き、再生生き生きプラン、それから豪商の町生き生きプランというふうな形で、ご指摘のように行政があまりですね、手を加えずに、民間の皆さんの力を借りながら、市街地の整備をやっていくというふうな、方針転換があったんだろうというふうに私も理解しています。ただ、結果はどうなったかと、今議員がおっしゃっていただいたようにやっぱり中心市街地はさぶれていったと、これは事実だろうと。私もたびたびこの議会でも申し上げました通りですね、松阪市の、いわゆる人口減少率について非常に危機感をやっぱり持ってます。それは特に雇用とかそういった面も大きかったんだろうと思いますけれども、投資というふうな面ではですね、やはり、他の都市に比べて、度合いは少なかったと言わざるを得ない。その結果がですね、今の大なる人口減少に結びついている部分も大きかろうというふうな思いがございます。そういった中でですから今回ですね、もう一回きちんと見直すべきは見直そうというふうなことで、この豪商の町の土地利用計画、中心市街地について一歩早く都市計画マスタープラン等々、都市計画の変更はですね、やはり3年ぐらいの年月かかります。まださすがにですね、3年間計画を練っているわけにも参りません。ですから1年程度で中心市街地だけはそれよりも一歩先んじて計画を策定をして、そして実現に向かってさまざまな取り組みをしていきたいというふうなことで今回の予算に挙げさせていただいています。議員のご指摘いただいているような思いも含めてですね、今回この中心市街地のさまざまなですね、取り組みを今後やっていきたいというふうに思っています。上松議員。はい、本当におっしゃるように、この再生プラン、生き生きプランともに、市民の方々が汗をかいて一生懸命やられている事業ですので、それは決して否定はしないんです。私が言いたいのは、それに対して行政は支援するだけでいいんですかって話なんですね。これからは行政も主体性を持って取り組まなければならない。で、今市長もおっしゃっていただきました、どうしたって今現在誰が見たって中心市街地さびれてます。これは変わらないんです。でそこを何とかしていかなければいけない。やっぱり民間このなんて言いますかね、ソフト事業を中心としたプランだけでは十分ではない。そこにやはり行政としての主体性を持った取り組みが必要になってくると。そうじゃないとこの少子高齢化の時代、ますます中心市街地は空洞化していきますし、それに対する解決策もなくなってしまう。だからこそ市が主体性を持っていくんだという話だと思います。ここは非常に大切なところでして、今後どういった計画が出てくるか分かりませんけど、場合によってはですよ、大工事が伴ういわゆるハード事業が行われる計画も出てくるかもしれません。で、それによって中心市街地の様相ががらりと変わるかもしれません。そういう可能性もあります。で、それに対して次のような批判が出てくるやもしれないんですよね。例えばまた無駄な事業に税金が使われるのかとか、また松阪市は箱物行政に戻るのかとか、そういった批判は出てくるかもしれません。しかしこの事業に対する背景には、そういった切実な少子高齢化に向けた切実な課題を担っているんだというところをしっかりと今後説明責任を果たしていただくように市長にはお願いしたいと思っていますし、議会からもそれは十分説明もこれからしていきたいと思います。さてここからですけども、新年度から都市計画マスタープランを見直していくと。で、その中でも特にこの市街地ゾーンと区分された地域170ヘクタールの中心市街地の課題について議論を進めたいと思います。その前にですね、先週の他の会派の方々の代表質問の中で、この170ヘクタールなどということを軽率に使うべきではないという
話がありました。しかしこの170ヘクタールが持つ意味というのはあるんであって、行政が政策を進めるにあたっては一定の範囲を決めなければなりません。それは行政行為として大切なことであると思っています。で、都市計画を推進するにあたってやはり主要な幹線道路でこう区画を決めて、計画を進めていくというのは当然のことですので、まあ、そうかといってその区画から漏れた地域が行政サービスを受けられないかというとそんなことはありえない話ですので、そういうことでその170ヘクタールというものには大切な意味も含んでいるということを前提にして話を進めていきたいと思います。都市契約マスタープランを見直すということですが、中でも中心市街地が抱える課題に対応していくということで、8年前と比較して、しかしその中心市街地の状況は何も変わっていないということは今ご紹介しました。で、それに対して抜本的な対策を打っていかなければならないということで、そのためにも今回20年後のまちづくりの方向性を示していくのだということもおっしゃっていただいています。ではこの都市計画マスタープランの中身どこを見直すのかという話になってまいります。構成要素がありまして大きく5つあります。この辺の話少し細かい議論になってきますので、ちょっと聞き苦しいところはあるかと思いますが、これからの議論の前提になってくるところですので、ちょっとお付き合いいただきたいと思います。で、この都市契約マスタープランの構成要素5つありまして、1つが現状と課題で、2つ目に将来フレーム、で3つ目に将来都市像、4つ目に土地利用計画で、5つ目に都市構造という構成要素があります。で、まず最初の現状と課題なんですが、これは平成20年3月の現行の都市契約マスタープランを策定した当時と変わっていないと。中心市街地において空き店舗、空き家が増加して、まあ、空洞化が進んでいるという状況、まあ、これは想定していた市街地増にはなっていないということなので、この辺の現状と課題の認識はあまり大きく変わらないと考えてよろしいんでしょうか。立口英司都市整備部長。委員より、その前からお話をしていただいてお見になったんですが、やはり今言われました内容でですね、その辺についてはそう変わりはないというふうな認識をしておるところでございます。